ます。5月の9日の月曜日です。母の日お疲れ様でございました。母の日が終わって市場ご覧のように車は止まってないガラーンとしております。でどうでしたか。やっぱりねゴールデンウィークにぴったりとくっついた母の日っていうのはダメですね。売上こそそんなに落ちてないんですけども、来店者数がまあ少なかったです、うちは。で他の花屋さんたちもそんなことを聞いております。例年であれば月曜日の仕入れが多くて、金曜日とか土曜日とかに花ないですかっていらっしゃる花屋さんが多いんですけども、今年はほとんどそれがなかったので皆さんギリギリでやったのかな。単価が高かったもんね。で今日もカーネーション少し買ってます。おかわり、遅れてごめんねがあるみたいです。どんなものがあるか見ていきましょう。今日はあれかな、お腹を空かしたお花屋さんたちが来てくれることを期待しつつ、あとまだ太田から来てないんですけども、あと 2,3 台車来ると思います。とかもいくつか買ってたな。あ、大田か。聞くがないですよ。銅弾とか来たりします。分かった？分かりました？ジャンボ？本当に？すごい、じゃあいいじゃないですか。本当？あ、そう。あ、ごちそうさまです。
はい、おはようございます。8時になりました。切り花の入荷速報やってまいります。皆さん、母の日お疲れ様でした。そしてご来店いただいた多くのお客様、誠にありがとうございました。今日から通常営業でございます。ツツジ、これからの季節は道断ツツジとか、芍薬とかひまわりとか、そんなのがメインになってきます。そんな話をしていきます。今日もみんなで価格のチェックとボリュームとか、あるものないもの、そんな話をしていきましょう。途中で見たいものがあったら言ってくださいね。母の日お疲れありがとうございます。外はなんか雨がやばそうなので、そんなに置いてないです。ユリがちょこっと置いてあります。特価ユリ、この辺1000本以上買っちゃってるからね。残ったユリです。ここでも使い頃です。お恥ずかしゅうございます。こっちは新品です。新品のもあります。中にもまだあります。特価のユリがあって、今日正面芍薬です。スカーレットオハラという真っ赤な、そう、こういう一重のなんですけども、一重の芍薬です。芍薬は下の葉っぱをなるべく取っちゃって、蜜がついていたら蜜は拭き取って、そんな感じですよ。でこっち黄色、すごく貴重です。黄色の芍薬です。今群馬県長野県、まあ、全国から来てるんですけど、群馬県長野県が中心になっております。だん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 北上してってます。あれね、なんだっけ、芍薬の産地がどんどん北上してますよという話です。滝の装い、ミセスルーズベルト、まだ硬いね。両方滝の装いとミセスルーズベルトは薄ピンクです。花色の点というのは濃いピンクです。赤に近い感じです。後ろ、もう今日あたりさ疲れちゃってるから、そんなに量入れてないです。グロリオサだったり、なんだっけこれ、あーなんだっけ、ストレリチアがあります。レッドジンジャーはでかいですよ。しっかりしてます。マヤダブルという八重のひまわりとフレッシュオレンジですね、とヴィンセントオレンジ。なんだっけ、紅花。もう疲れちゃって。で、クリアオレンジという50円の丈の短いのあります。もうあとこれしかなくなっちゃったんですけど、お求めの方、葉っぱもう取っちゃっていいですからね。取っちゃって飾ってください。とスペアミントです。大変いい香りです。もう店の中スペア、あーすごいミントのいい香りです。このぐらいの長さです。ミントがあります。で道断に姫涼部ご紹介しましたね。バイカウツギ、こういうものがあります。上残りじゃないよ、遅れてごめんね。カーネーションまだありますからね、お声かけください。お疲れ様でした、ありがとうございます。ギボシ、ハモのレザーファン、タラスピ、かわいいですね。タラスピです。ナズナですね。じゃあナルコ、ナルコだったり、この子ティーがいい、ティーリーフだったり、送られるかがあります。
まだね出せてないんですよ。結構今日間に合わなそうな感じです。ホワイトレースにホワイトレースの親戚オルラヤです。ニゲラの実、実ですね。ニゲラの実の方です。千日紅は約25本ずつの販売です。ちょっと間に合わなそうなので私駆け足で行きますよ。スカビオサがあったりしてます。入って左側はダリアを並べてみました。ガーネット、かなり大きいですね。ガーネット大きいダリアです。ブバリア、アルストロメリア、今ご紹介した中で入りづらいという商品は今んとこないですね。逆に入りやすいものをずっと紹介してっております。トルコか、トルコ高いですね。トルコが高いで、カーネーションはコロンビア、今頃になってドカンと入ってきてたりします。はい、次回ぐらいから安くなるんじゃないかなと思います。ガーベラがあります。パスタガーベラっていうのはこういうやつです。とじゃあこれから少ないものをご紹介していきます。リンギク、あと今週少ないか、あと10日ぐらいはないと思います。今週はリンギクほとんどないです。キギクなんか全然ないです。なんでピンポンとか買ってます。スプレーギクもかなり減少してます。一応買っておりますけども高いです。バラもね需要が減ったので、金額的にはやや落ち着いております。今日はほら母の日でみんな売れたから、それの補充でまだ相場はめっちゃ崩れてないですけども、次回ぐらい、まあ次回もね生産者絞ってくるでしょうけど、次回ぐらいはよいしょ、今週は若干安いのかもしれませんね。そういうバラがあります。母の日の補充で来られるお客様待ってますよ。はい、以上でございます。